今日勝てば俺たち世界に行けるんだ。くぅ、燃えてきた。いや、お前の出番はねえだろ。どうしたんですか、ゴージン先輩。いや、ただの武者震いだ。やっぱ筋肉痛がまだ治ってねえな。あんな無茶をさせて本当に大丈夫なんですか。彼の力が必要だと思ったからこそだよ。さ、出発だ。待て。工藤コーチ。監督からお前たちに重要なメッセージを預かっている。皆さん、こちらに注目です。ふぅぅぅ。監督？手術ってどういうことだ？私はこれからお尻の穴からキノコが生えるという奇病の緊急手術を受けなくてはいけません。ということなので、すみませんが今日の試合は皆さんにお任せします。さあ出発だ。いや待てよ、こんなの見せられてスルーできねえだろ。前にもこんなことあったでごしね。試合直前に警察に捕まったり、急に故郷に帰っちゃったり。なるほど、これは監督なりの仮病ってことだね。いや、あまりのんきに構えていられる状況じゃ。ああ、大事な今日の一戦を監督抜きで戦うってことだからな。稲妻ジャパンが世界への扉を開く瞬間を見ようと超満員の観客が詰めかけています。お前らこんなところで試合を見てていいのか。チームに合流するよりも FFI の裏で暗躍するオリオン財団に対する策を講じることにしました。それに今はあいつら自身が戦って力をつけるべき時期だと思います。そうか。ほら、稲妻ジャパンに緊急事態が発生。ここまでチームを率いてきた超金運監督が急病のため、この試合は工藤コーチが監督代理を務めるということです。スタメンを発表する。監督が変わるとスタメンを入れ替えることも多い。工藤コーチは俺のような背中で語る男を評価してくれるはずだ。キーパー鷺沼、鷺沼、鷺沼。遠藤。どんまい、気持ちだけでも前のめりに行こうぜ。スタメンは以上だ。あら、またベンチかよ。うん、頼んだぜ、灰崎、ヒロト。あ、俺は秘密兵器としていつでも行けるようにスタンバっとくからな。
なんだあいつ、開き直ったのか。いや、そんなあっさり諦めるようなやつじゃねえよ。うん。鷺沼、西壁。はい、はい、お前たちもいつでも出られるように準備しておけ。はい。試合状況によってはキーパー交代もあるということか。遠藤さんと交代するのは俺か、こいつか。おお、いいですね、ヒリヒリしたこの緊張感。勝った方だけが世界に行ける、まさに天国と地獄マッチですよ。おい、あれって。ああ、やっぱりそうだよな、変装してるつもりなのか。あの人はこの試合からコーチに就任した超キントウンさんだそうです。正体隠すつもりねえだろそれ。あの監督らしいといえばらしいわね。みんな試合前よ。心配すんな、話をするだけだ。やっぱり私も。あなたは超金運監督ですよね。いやいや、人違いですよ。私は中国代表コーチの超金トウンですよ。おお、お見事です。監督、嘘をついてまでどうして中国代表についたんですか。あなたたちおかしなことを言うのね。お、彼が超金運だとしても出身国である中国代表につくのは当たり前じゃないかしら。おお、ゆうちゃんは相変わらずクールですね。それじゃあ監督は本当に俺たちの敵になったんですか。ええ、前々から準備を進めていたのです。このリー・コブン君改め、無敵ヶ原藤丸君改め、リー・ハオ君とね。改めすぎでごしゅ。親分と俺はこれまで中国代表を勝利に導くために一番近くからお前たちを調査していたのさ。で、リー・コブンの時とキャラまで変わってねえか。親分、俺たちは全力で稲妻ジャパンを叩き潰しますよ。構いません、思う存分やっちゃってください。おいおい、マジかよ。この試合はオリオン財団の息がかかっていない本当の意味での真剣勝負です。さあ、サッカーを始めましょう。そして我々中国代表があなたたちを踏み台にして世界に行きますよ。おお、まあ病気じゃなくてよかったな。ったく、仮病まで使ってご苦労なこったぜ。なんかワクワクしてきた、監督と戦えるなんて。だな。こちらのデータは中国代表に完璧に把握されている。だがその程度で揺らぐほどこのチームはやわじゃない。お前たちの力を奴らに見せつけて、そして勝て。はい、よし、みんな行くぞ。おお、世界大会進出をかけた運命の一戦がついに始まります。稲妻イレブン。ジャポニカフレンドに新しいフレンドができました。僕の私の友達ノート、ジャポニカフレンド。10秒でいくつ言えるかな。筆箱、書き方鉛筆、重調、鉛筆削り器、下敷き、学習帳にある消しゴム、鉛筆キャップ、のり、定規、お道具箱、色鉛筆、お名前シール。ポケットモンスターは僕進学シリーズ。たくさん分宝トミー。何がいた？ファイヤーボレー！一緒に特訓しよう！イレブンバンド稲妻ジャパンモデルセット、アーケードとも連動。ゾイドの倒し方、まあこいつでイージーっすね。ワシワシワイルドブラスト！ゾイドワイルドキングオブブラスト、2月28日発売。ファンタジーな世界でモンスターと戦う、カジキを釣る、伝説の木を切る、ポケットの中の自由世界で全部できる RPG、ファンタジーライフオンライン。今
遊ぶとこんなにもらえる。あのレイトンシリーズの第2作目がスマホで登場。タップによる簡単操作で謎解きもより快適に。謎を解くことで明かされる物語の真実。レイトン教授と悪魔の箱 EXHD4 スマートフォン好評配信中。試合開始早々果敢に攻め込む稲妻ジャパン。稲盛がゴール前に迫る。ここは通さないわよ。もーらい。サッカー雑技団の異名を持つ中国代表が早くも仕掛けてきた。ふざけてんじゃねえ。ワイルドで素敵。なに？なんだよこいつら。奪えるもんなら奪ってみな、この豚野郎ども。豚野郎ども、悪すぎだろ。お前が言うな。何？中国代表がサッカーの常識を超えたパス回しを披露。目の前で繰り広げられる奇想天外な光景に稲妻ジャパンも困惑している。偽物としては派手で面白いけど、逆立ちなんかしてたらこれはかわせないだろ。何？行くぞ、万里の頂上だ。あっ、おっ、先手必勝。まずは一発かましたってください。完成。本番はこれからだ。天空はやぶさ団。ふっ、九神開始ゴースト。その技の弱点はお見通しだ。ゴール。先制したのは中国代表。天敵を誇る遠藤の風神雷神ゴーストが打ち破られた。すまない、みんな。風神雷神ゴーストの弱点をまんまと突かれたな。風神雷神ゴーストは前方と左右からの攻撃に関してアリ一匹も通さぬ完璧な防御網を築いていますが、上からの攻撃にもろさがあるということはとっくにお見通しですよ。お前の突破力は要注意だな。だが上には上がいるってことを見せてやるよ。何？みんな気をつけて。あいつはパワーとテクニックを兼ね備えたすごい選手なんだ。止められない。天空はやぶさだ。空神雷神ゴースト。サッカー雑技団、日本が誇る守護神遠藤から早くも2点を奪った。そんな、遠藤の風神雷神ゴースト。お前たち三本の矢の話を知っているか。戦国武将の毛利元就が三人の息子たちに言った。一本の矢は簡単に折れるが、三本束ねた矢は固く決して折れないという教えだ。西影、鷺沼、出番だ。三本の矢、キーパー一人で止められないなら三人で対抗するまでだ。
しかし試合に出られるキーパーは一人のはずでは。おっと、ここで早くも日本代表にメンバー交代の動きがあるようだ。あっと、これはどういうことでしょうか。ディフェンダーの吹雪と岩戸を下げて、なんとキーパーの西影と鷺沼が投入されるようです。西影、鷺沼、3人の力を合わせて風神雷神ゴーストを進化させる。おお工藤さんは優れた戦術家であることは分かっていましたが、大きな賭けに出る勝負師としての一面もあるようね。うん、来るぞ。西影と鷺沼はどうやらディフェンスに入ったようだ。三本の矢、キーパー一人で止められないなら三人で対抗するまでだ。三人で、どういうことですか。まさか俺たちにフィールドプレイヤーになれと。そうだ、俺たちはキーパー失格だと。違う、お前たちにはキーパーとしてディフェンダーになってもらう。天空はやぶさ弾、クロス婦人雷神ゴースト。ぶっつけ本番だがやるしかない。俺たち3人の必殺技を連携させる。大手の果て、うん、見せてやる。早くしろ、ドリルマッシャー。何、これは危なかった。大ピンチを救ったのはなんと司令塔の野坂だ。すいません野坂さん。気にしないでいいよ、彼のシュートコースなら大体読めてきたからね。遠藤さん、キーパー3人の連携が完成するまで僕がフォローします。おう、頼む。しかし、それでは野坂さんが攻撃に参加することができなくなります。今は攻撃よりも点を防ぐ方が重要なんじゃないかな。はい。天空はやぶさ弾、風神雷神ゴースト。大手の盾、ドリルスマグマ。天空はやぶさ弾、ドリルスマッシャー。アイスに塩とオリーブオイルなんてかけるんですか。一見噛み合わないけど一つに混ぜると美味しくなるのよ。あの3人の容器ですか。必殺技を出すタイミングを早くしろと何度言えばわかる。焦りは何も生み出さん。お前ももう少しどっしりと構えたらどうだ。うん、どうした二人とも。このままやってもうまくいくはずない。そうですよ、うまくいかないならそれでいい。な、楽しくやらないか。遠藤さん、何を言って。楽しくても負けたらダメだろ。いいや、楽しいかどうかの方が大事だ。思い出せ、うん、フットボールフロンティアでアストたちライモン中と戦った時のこと。試合には負けたが、悔しいって気持ちより楽しかったって気持ちの方が強かったんじゃないか。それはなぜかわかるか。仲間を信じてフィールドの上で全力を出し尽くしたから。その通りだ。サッカーやろうぜ、楽しくな。
楽しもう石影。ああ、ここに来て進化とはさすがだね。だが破られないよ、天空はやぶさだ。そうだ、強い敵と戦って自分の限界を超える、こんなに楽しいことってないだろ。俺たちの力をヘッド、お前に託す。三つの魔人よ、一つになれ。なんだと、なんと3人の連携により新たな魔人が誕生した。ありがとう西影、これで心置きなく攻撃に専念できるよ。まずは一点回想。いやん、顔だけじゃなくてプレイもイケメン。フッ、忍者ゴッドアンドデリン。友人決戦。あっ、フッ、あー、お前たちの必殺技は全て対策済みなのさ。こちらの必殺技を全て対策済み。果たしてそうかな。